相撲協会って、やっぱもう、八角さんもそうだけど、だから、なんで琴美月をこんなに嫌うかって言ったら、なんでか知ってる。琴美月って、もともともう、もう中学校から八角さんがずっと、もう相撲取りに、絶対君,君はもううちに入れって、ずっと介入してたの。そしたらもう、あの、佐渡ヶ岳がピッてお金、だから、五千万ぐらいこう、裏手積んで、で佐渡ヶ岳入った。 だからそういうのちょっとやっぱりこううちに入る予定だったのはっていうような気持ちもあるわけよ。